ハラハラベラトール2階級制覇王者、ピットブルに勝った、鈴木千尋に勝った、庄司に勝った、ジョビンです。ハラハラみんな元気？最近ね、ちょっとテンションが上がってまして、本当にスーパーライジングが終わった後、ちょっとね、マジで元気なくなってて、精神状態が悪かったんですけど、非常にいいです、今は。はい。今日はですね、皆さん、ジョビンチャンネル5万人突破記念のイベントをようやくやりたいと思います。もうね、あれから6000人も増えちゃった。ドーピング問題とか取り上げているうちになんかめっちゃ増えてきて、なんか最近ね、ファンもすごい増えてきて、朝倉未来ちゃんの最後のお土産と思ってて、俺朝倉未来ちゃんと平本蓮吾ね、勝敗予想とか感想とか、まあドーピング問題も含めて取り上げてたら、なんかフォロワーも増えてきたし、登録者数も増えてきたし、 DM も日々増えてきてて嬉しい限りです。はい。ね、僕のちょっとまあ熱い気持ちっていうか、ね、多分俺ね、人より優れてるところって情熱と思ってるの。やっぱ情熱が普通のやつと違うと思う。何よりも一番の俺の秀でてるところって、でも自分でもびっくりしたけどね、朝倉未来のことどんだけ好きなんていう、まあ、嘘の涙とか言われてるけど、人の試合で泣けるってすごいよね。カメラ回ってんのに、なんかこんだけ情熱を燃やしてんのがすごいと思う。38歳にして全く落ちてないから、俺情熱と性欲は何一つ落ちておりません。今が全盛期ジョビンです。はい。でですね、5万人突破記念の、まあ、第1弾としてですね、結構もう前にそれだいぶ時間経っちゃったんですけど、YouTube のコミュニティと X の方で、僕の今までの長い歴史3年以上あると思うんですけど、ジョビンチャンネルの中での名場面、面白かったと思うところを、ちょっとまあ僕が何個か2、3、30個ぐらいかな、ピックアップして、それで投票をして、そのランキングを今日は発表していきたいと思います。はい。個人的にはね、この名場面って結構面白いと思うところで俺はちょっとピックアップしたいけど、30個ぐらい個人的にその面白さとかも全部抜きにして、特に良かった、今までの歴史の中で特に良かったとこ、まあ、これを見てくれっていうのは、俺朝倉未来と平本蓮の最後の勝敗予想、マジで心込めてできた、あれはもう誇りに思います。38歳にしてあそこまで情熱を燃やして喋れてること、でもそこの自負だけで戦うんじゃなくて、そこの自分に勝ってほしい。俺は過去の実績も、過去のその自分の自負思いも、それも超えてほしい。だから過去最高の最強の朝倉未来で俺はこの試合戦ってほしい。で、戦ってくれると思う。俺は朝倉未来が、クレベル小池さんに負けた時、まあ、結構前やけど、朝倉未来は最強じゃないといけないって書いてたこと忘れてないからな。俺覚えてるから、あの言葉。マジで覚えてるから、インスタに書いてたよな。で、キャラモン戦で負けて、あとヤーマン戦で負けたとか、YouTube でカメラに向かって、あんだけプライド高い、カリスマ中のカリスマ、本当にね、日本の MMA 代表するスーパースターが泣きながら、俺は必ず帰ってくるって、強くなって戻ってくるから待っててくれって涙流して言ってたよね。俺忘れてないからだ、あの言葉。あの言葉忘れてないし、俺は信じてる、マジで。あと、そのスーパーライティン3の感想動画1本目と、もう1本単体で朝倉未来と平本について最後に感想を別で撮ったやつ、3本連続、これが本当今までの俺の中では一番いい作品だ。挫折をすればするほどやっぱり喜びの価値が分かるよね。だから財産になると思う。だからこれ朝倉未来じゃなくても、他の人も、これ見てる人もそうと思うよ。挫折すればするほどそこでね、諦めるんじゃなくて、立ち向かって勝ち取ったらどんだけ嬉しい、喜びが倍増するから諦めんな、マジで。これは感想動画で言ったら覚えてるけど、やっぱ情熱があるからこそ挫折するから、でその挫折を感じたら誇りに思うぜ。取り返せばいいって。絶対取り返す。諦めんな。ね、諦めんなよ。挫折した。じゃあどうすんの？諦めんの？やめんの？人生続いていくよね。人生やめへんよね。やめるって選択肢ないの、人生を。じゃあ頑張ろうぜ。取り返そうぜ。な。そう思うけど、面白かったって言ったら、個人的には一番の会心の出来終わった後に、撮影終わった後に会心の出来だったのが、ブレイキングダウン12の、富澤いじりと、殴られ屋ウルスいじり。あの勝敗予想はマジでなんかね、ゾーンに突入してた、自分の中で。いつも頭真っ白でやってるんやけど、なんかすごいいい感じで喋れたなって思ってね、会心の出来だって。で、多分その内容が良かったから俺ブレイキングダウン12の、
審査員にも選ばれたし、そこからもね、さっきも選ばれてると思うんですけど、周りはちょっとお笑い部門になると思うけど、あれが特に渾身の出来かな。でですね、とりあえずランキングをまとめてみました。はい、今日は、で、まあ、順番に発表していきましょうか。まあでもジョビンチャンネルの思い出で言ったらね、まあ、一番の思い出で言ったら、まあ、細川バレンタインとの出会いのやつ、あれがまだね1年半ぐらいしか経ってないんですよね。ジョビーよーくそやろう、本当に初めまして、初めましてお前のせいで、俺にはツイッターですげえ敵が増えるし全部お前のせいで、バカ野郎、何で戦ってますよね、何で戦ってますよじゃねえ、お前が仕組んだんだ全部お前なんだよ、本当に結構 MMA ファンの敵多いしあれお前なんか仕組んだんだお前だろ、ね、いやもともとはそうじゃん、はい、俺はあっきり言ってみんなに、まあ、フレンドリーじゃないんだけどねお前じゃ全部お前、いやそんなことないけど、まあいいよ、マジ初対面ですもんね、初対面初めまして、よろしくお願いします。ね、皆さんこんにちは、はい、きっと多分皆さんが嫌いであろう細川バレンタインです、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと座っていただいて、ここアンディでしょ、これアンディです。10年ぐらい、いやだから幼馴染みたいな感じになってきてるけど、うん、なんか意気投合しちゃってね、この大人になっての30超えてのね、こういう親友ができるっていいよね。まあ、細川バレンタインは絶対に認めないと思いますけど、僕にとってはもう親友兄弟分と思ってるんで、本当それね、記念すべき1回目の回なんか特にね印象残ってるし、うん、あでもまた細川バレンタインの話になっちゃうけどもね、悪い思い出としては、未だに俺は正直許してないんやけど、ちょっと器小さいのかな、これ、未だに許してないのが、ジョビンチャンネルがね、一回、バンっていうか、削除しちゃって、間違って。で、それを一刻も早くね、いろんなファンの人が心配してくれて、一刻も早く、俺、こういう状況なんです、間違って消してしまったんですって言おうとしたところ、電話一本、細川バレンタインからかかってきて、観光令だと。観光令だ。お前これから先一切 SNS 発信すんなって。で、俺のチャンネルで経緯を説明してもらうぜって言われて、全く意味がわからんけど、そう、アンディで待ち合わせして、バレン側のチャンネルで経緯を説明して、収益を全額捉えるという、本当に黒歴史っていうか、未だに許してないね、あれは。もうびっくりした。そんなにお金が好きですか？そんなお金好き。観光令だ、言われて、指示に従ってる俺もどうかと思うけどね、今考えたら。指示に従ってもうたもん。お前絶対言うなよ、言われて。SNS でお前はもう絶対書くなよ、今。むしろ心配させろ、と。心配させたらお前数字に繋がるからな、って言って。で、バレン側で発表されて。あれはちょっと、人間、あそこで普通は縁切るんやけどね。あそこで普通は縁切るんやけど、まあ、ね、まあ、俺は器でかいから、まあ、その辺は許してはやっぱ許せてはないけど、完全には許してないけど、まあね、一応飲んでしまったというね、ああいう歴史もありましたよね。はい、ではですね、ランキング発表なんですけど、なんかでもちょっと自慢話みたいになっちゃうけど、こんな名場面ランキングなんか他の格闘技 YouTuber にあるかっていうのは俺はもう問いたいよね。絶対ないよね、面白かった場面なんか。いや普通に、ね、格闘技の解説とかこういうね、技術解説とかそんな動画はみんな出してると思うけど、そんな笑えるとこなんか俺以外ないんじゃないかと自負しております。はい、でですね、いろいろランキングあったんですけど、まあ17位から、はい、ちょっと発表していきます。ちょっと動画を挟んでいくので、こういうこと僕喋ったっていうのを動画、毎回挟んでいきたいと思います。まずじゃあ17位、これ24票で名場面ランキング17位が、ヤーマンが平本蓮に負けて泣いていた時に、富澤の涙と種類が違うもんと発言っていうね。まあこれまあ自分だけど、もう言い方がおもろいよね、うん、涙が違うもん言ってたね。なんかもう最近ね、おでこのにシワがすごい増えてきてんのが愛おしいっていうか、ええ顔なってきてるなって思うもんね。自分で編集しながらおもろいもん、この必死な感じとか、おでこのシワがおもろいよね、うん、あの言い方おもろかったよね。富澤と涙の種類が違うもんって、あの言い方おもろかった。俺も、お気に入りです。はい、あごめん、とその17位の前に言うべきだったけど、まあ、個人的にね、このランキングには入ってないんやけど、個
こんなこと言ってたなっていうのでちょっとふと思い出したのが、あの喧嘩師いじり、喧嘩師勇士と戦うやつの喧嘩師でこれいつまで言ってるんやっていう喧嘩師いじりとか、あとね、この前の、名前忘れたら、あのベアナックルの女のタイエマリーや、タイエマリーちゃんをね、いつまでこれやんのとかいうあの言い方もいいよね、タイエマリーちゃんのあるとこ時とか、あとはなんか萩原のジム、今はもう所属違うと思うけど、萩原のスモーキングジムだったっけ、違うなんだったっけ、スモーカージム、スモーカージム所属の女性のファイターがね、あの20代の頃喧嘩に明け暮れてみたいなとこいじったりするのも、あそこも個人的に面白かったなと思うし、あと今成正和が下着泥棒してるんちゃうかみたいなね、妄想シリーズ、まああれは訴えられてもおかしくないなって思いながら言ってたし、訴えられなくてラッキーと思ってるんですけど、そういうねシーンとかもありましたよね。はい、ではすいません、ランキングどんどんやっていきます。もう17位まであるんでね、続きまして、これねあんま知られてないんじゃないかな、結構初期の頃の動画で、当時ねミルダムってとこでゲーム配信やってて、そこを切り抜いた動画で、まあ一部でこれすごい、人気あったんですけど、28票ありました、絶対に笑ってはいけない三崎和夫との控室での話、これね、まあ、俺の中の滑らない話渾身の、ね、一本なんですけども、まあね、まあ、これちょっとまあ過去の映像ちょっと出すか、ちょっと出してこれ見てもらいたいんやけど、そしたら三崎さんが石川英二お前も来いって言い出して、で俺らちょっと感動して、あ、電撃和解やと、ここで美咲さんやっぱ石川さんもやっぱね、もともとの本当の練習仲間でパートナーでもあったから、ここで、あ、許すんやと思って、そして石川さんもパッと控えてきて、で順番にあのハグしていって、美咲さんほんま涙目に浮かびながら、もうすごい状況なんか、それってほんとピリピリしてて、あの人もう試合の時もうマジ持っていくから精神的に、で順番が、ま、石川英二に回ってきたの、そしたら三崎和夫が思いっきりピンタしたので、みんなにまあ一言一言言ってハグしていくんやけど、石川英二にだけ思いっきりピンタして、で石川英二もえっって顔したの、なんでっていう、でもその顔も面白すぎるし、もうそれねほんとやばかった、あの石川英二の表情と、なんでピンタされたかも俺もよう分からんし、めちゃめちゃ強かったし、そのピンタもうマジで、もうここで笑ったら俺マジで殺される、本当に殺されると思って、今だけはお前絶対に笑うなと思って、もうね、あれ本当にね、笑ったら死ぬなってみんな場面あるないやろ、なかなか生きてて、ここ笑ったら、その本当に笑ってはいけないのね、ガキ使で昔やってましたけど、あんなんとはもう緊張感が違うよ、ここで笑ったら俺はもう命を落としてしまうと本気で思いながら笑いをこらえたあの話、ね、ちょっとまあ切り抜き貼っておくんで、まあ、気になった方本編もちょっと見てもらいたいんですけど、これが堂々の16位。三崎和夫ってね、多分今の、若い格闘技ファンにはあんまり知られてないと思うんですけど、俺のの、まあ、一番かな、最も尊敬するファイターで、大好きな先輩で、うん、憧れの人でした。まあ男気あんのよりマジかっこいいファイターだったし、ね、最近1年以上会ってないけど、たまにね、食事とか行かせてもらったりしてたんですけど、三崎和夫さん、ね、本当僕はもうファンですよね。うん、三崎和夫さんと共に、格闘技をね若い頃やれたのも幸せだったし、秋山義弘戦とかねずっとそばにいたんで、その直前とかピリピリした時とか、僕の一生の思い出ですよね、本当尊敬する先輩です。はい、では次いきます。第15位、35票ありました、タイソン・ヒューリー VS ガヌーでの対決という言葉も失礼というバレン発言からのいじり、いやこれが15位か、もうこれ1位でもおかしくないぐらい、あれおもろかったけどな、あの動画。実はあの僕のファンの方が、あの細川バレンタイン恥ずかしい発言集って作ってくれてるんで、ちょっと読んでいいですか、その僕の YouTube で言ってたバレンさんの発言。だってもう最初のもう開幕10秒で、対決って言葉を使うのもヒューリーに失礼。実際はもうダウン回って僅差の試合になってんのに、対決って言葉を使うのも有利に失礼と。もうね、俺からしてみたら、その対決っていう言葉を使うのも、はい、もう失礼、フューリーにぐらい差あるっすか。もう差ある。で55秒で日本の MMA ファンはバカ。
1分20秒ガヌーが勝つ確率は 0% です。ゼロゼロゼロだガヌーが勝つ確率かなりあると思ってますけどね。はぁ、冗談抜きで。マジで俺冗談抜きだと思って言っとくわ。 0% っす。ゼロ。いや俺、いやそんなことは絶対、いやゼロ結構高いと思う。それゼロなんで。いやあれはおもろかった。まあ、一応バカな人に説明すると、タイソン・ヒューリーっていうね、もう絶対的な当時のねヘビー級のボクシングのね世界チャンピオンがいて、それがそれに対して UFC の、世界チャンピオンだった、ガヌーが、対決っていうボクシング対決で、バレンはちょっとね、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、本人認めないんで僕はもう代わりに言いますけど、他ジャンルから来た、他ジャンルからボクシングに挑戦するやつを絶対に認めません。武井良樹しかり、那須川天心しかり、絶対に認めない。なんか判定とかも相手寄りにもう毎回言ってるような感じする。でガヌーがそのもう象徴で、そうもうこのタイトルにある通り、対決という言葉を使うのも失礼と、もう勝負にもならんって言ってて、蓋を開けてみたらもうガヌーが、ダウンを奪って、もう実質勝ってたような内容でね。その後も撮影に至ったんですけど、まだおもろかったよね。あの振りがたっぷり効いてて、あれおもろかった。俺もうね、その前日、当時酒飲んでたから、もうがっつり酒飲んでて、そのタイソン・フューリーでガヌーが行われる前日の夜に、で起きてみたらね、もう DM が殺到してまして、もうバレンをこれで懲らしめてくださいと、ガヌーが事実勝ってました、全然対決でしたってね、いう DM 来たのを覚えております。うん、これもいい思い出だったな。こんな動画もあったな。うん、マジで1位でもねおかしくなかったんですけど。はい、どんどんいきます。第14位、39票ありました。これに関してはね、唯一俺が狙ってない、そう正直、まあ、これあんま認めたくないけど、面白いと思ってなくて、で面白いと思ってないというか、これ笑わしたねって思ってなくて言った発言で、結構みんなが面白かったって言ってるコメントで、はい、まあちょ天然ボケみたいなところあるんですけど、サトシにバック突かれたら一般人は 2,3 年キープされるという発言。これまあ AJ マッキー戦ですよね、大晦日の。まあ2ラウンドもバックついたけど、あれ返すのもすごかったよな。サトシがバックで千載一遇のチャンス来たと思って、バックでしかも4の字したのよね。普通サトシにバック突かれて4の字ロックされたらもう無理よ。一般人だったら 2,3 年はキープされるんじゃない、あの状態で。マジでもう無理よ。これはマジでね、素で言っちゃった。あんま認めたくないけど、これ素で言っちゃった。マジ 2,3 年キープされると思うよ。今でもそれはもうね、 2,3 年キープされると思う。もうでも初日は多分めちゃくちゃバタバタしてやめろって言ってると思うけど、まあ3、4日経ったらその一般人の人ももう元気なくなって普通に生活してるんやろね、バック疲れたから。うん、まあでもこれちょっとマジで天然発言なんですけど、これが14位にランクされました。はい、ではちょっと次どんどんいきます。第13位、42票、漢方の病院に行った時の話。うん、これ漢方のね病院の、まあ、これもちょっと切り抜き貼っておきますけども、ピンクの本があって、その本のタイトルがなんか自律神経の人はタンパク質を取れみたいなタイトルなので、その本出してきて、この本がすごいいいですと、でこの本ぜひ買ってくださいって言って、このピンクの本で、その先生が書いた本でも何でもないんだけど、で確かにそのまあ中身見てないけど、その表紙に自律神経にはもうタンパク質とビタミンだみたいなこと書いてんの。でもさ、山ほどある山ほど本がある中で、なんでその本だけを信じんの。いっぱいあるよ、自律神経系の本って。多分なんでその本の信者みたいになってんの、お前は。いろんなケースバイケースや。なんでそのピンクの本だけをそんな鵜呑みにするんや。その本勧められてプロテイン飲め言われて飲んでるんや。何回言ったらわかる。最初も言った、途中も言った、プロテイン飲めって言われた時も最後も言った、飲んでるんです先生って。何回言ったら分かる、俺がプロテイン飲んでること。そこじゃないんや。漢方をくれ。漢方が欲しくて言ってんの俺は、そこに。なんで俺、漢方欲しくて言って DHC のコンビニで買えるビタミンを勧められるんや。まあでもこういうのがめっちゃ好評だったのが俺すごい嬉しかったよね。格闘技とはちょっと関係のない漫談が面白いとか言われて、
まあ、三崎和夫の話もそうと思うんやけど、こういうのが面白いとかいろいろね、声があるから、俺の今の、週刊ジョビンニュースの神の声のね、コーナーに至るんですけど、これめっちゃみんな面白いって言ってくれて、うん、マジ嬉しかったな。で、すみません、そのまま、ちょっと行きますけど、12位が48票で、まあ、これもまあ、もうこれ漫談ですよね。これはもう神の声のコーナーなんですけど、人間ドックの話。僕は人間ドックを拒否したという話。まあ、これ、ジョビンニュースのね、中の話なんですけど、これが48票。てかね、まずね、ごめんね、長いけど、この話また。サインをさせられた。あ、そう、それがあったわ。胃カメラを受ける前に、なんか同意書みたいにサインさせられた。あれが怖かったね。あれが怖さを煽った、俺への。俺の恐怖心を煽ったね。あれって、なんか死ぬ可能性もあるぜって言ってるようなもんや。何あれ、口封じかい。俺があれで胃カメラでなんか内臓でおかしくなって死んだ時に、ああでも、ね、俺のお母さんとか泣いて医者に怒ったところで、いやーこれサインしてますから見てください、これ同意書サインしてましたからねって口封じに使うためや、あの書類は。あの時から俺手震えてたよ。なんちゅうことに俺はサインしてるんやと。これは俺一生後悔するかもなって、これ怖く震えながら書いたわ。あれがまず怖かった。そう、あれやな、あれと、あんな長いく、なんか黒光りしてるような管をさあ入れますよって、はいな、はいな、マジシャンじゃないから俺、マリックじゃないから絶対無理、普通に考えて無理や、入れますよじゃないから無理や、何が鎮静剤じゃ、うん、でもマジこれね、なんか俺、まあ、格闘技にこだわって YouTube やってるけど、この漫談がね、評価されるのマジ嬉しいよね。嬉しいし、俺ももう毎週今後も神の声のコーナーをやっていくし、これが評価されるんだったらね、もっといろんな話していきたいし、その週に1回だけじゃなくていろいろやっていきたいなと思ったし、うん、いいきっかけになりました。まあこれね、漢方の話が一番きっかけだったかな。うん、今後も続けていくので、神の声のコーナー皆さんよろしくお願いします。見てない方はぜひ週刊ジョビンニュースの最後のコーナーで僕がいろいろ偉そうに恋愛の話とかいろんな話をしてるんで見てください。はい。第11位が、これね、2個をちょっとワンセットにしてるんですけど、うん、これもうすみません、まとめました。まあ、58票、第11位。まあ、米をですよね。これ2個すみません、まとめました。米をつけながら中華のフルコース食べれるっていうやつ、米をが黒石にハイキックでダウンしたときに、ローブローと発言したっていう、まあ、米尾ちゃんいじりね、米をねずっと蹴ってたんですよね。でこれちょっと米尾ちゃんも舐めちゃって、もう本当にコンパクトな素晴らしいミルコ・クルコップのようなハイキックを顎の先端にちょんって入れて、もうね米尾ちゃんがもう腰砕けになっちゃって、完全なる勝利で、まあ、一応なんとか立ったんやけど、完全なる兄さんの勝利でした。本当おめでとうございます。だね、俺ちょっとね最初パッと見た時はなんか金玉に当たったように見えて、まあ、顔なんやけど、一瞬金玉にパーッと当たった感じがして、あローブローかなとは一瞬思ったの。これローブローちゃうかって、ただ位置は高いなと思ったけど、ハイキックに見えたけど、なんか顔かな、なんか金玉に見えたの一瞬、目が悪いのかな俺が、金玉に見えたからこう腰砕きになってたけど、これローブローちゃうかとは思ったんです、兄さん。でもよく見たら、米尾の顔でしたね。だからよかったんやけど。一瞬ね、やっぱ兄さんローブロー蹴ったんかなってちょっと思っちゃいました。すいません、兄さん。でもしっかり顔でしたね。はい。米尾ちゃん、あの頃輝いてたよな。ブレイキングダウンといえば米尾ちゃんだってね。結構米尾ちゃんをいじることで、みんな面白い面白い言ってくれて。ただね、米尾ちゃんと皆さんもご存知の通り、僕も仲良くなっちゃって、知り合いに紹介してもらって、うん、なんか仲良くなっちゃったんで、ちょっといじりづらいなと思ってるんですけど、うん、最近の米尾ちゃんが心配、うん、経営がうまくいってたら、あの女とか晒すかなと思うけど、まあ、マジでキモいけど、口でどうたら言ってんの、口が得意だよとか、あれはマジでキモいと思うけど、やっぱりフルネームをね、ちょっと晒すのは違うんじゃないかなっていう、あとね当日来なかったやつとかもそれは違うんじゃないかなと個人的に思うけど、まあ米尾ちゃんのお店やし、米尾ちゃんのことなんで、まあ、自由にやったらいいとは思うんですけど、
まあ、このコミオちゃんをつけながら中華フルコース食べれるっていうのはもう今でも気持ち変わってないね。コミオちゃんも自信ないんじゃないかな、うん、フルコース食べられるんじゃないかなって今思ってると思うよ。俺組み合わせやったことあるから、そこで絶望的な差はお見せしたと思うから、中華のフルコース食べれるな多分。うん、全然食べれると思うな。デザートまで全然ピロッといけると思うし、なんかデザートとかごま団子とか食べようとした瞬間とか、コミオちゃんが返すのブリッジ狙ってきそうな気するな、あいつ。でも無理や、コミオちゃん。俺がごま団子食べようが、フカヒレが来て、お、フカヒレの姿にあって、俺もちょっと前のめりになってる時にジタバタしようが、がっつりキープするぜ、コミオちゃん。多分それでもいけると思うな。フカヒレとかで来ようが、うん、それは絶対俺は抑えれる自信あるな。それやってみてもいいよ。コミオちゃんがやってくれるんだったら全然その企画やりますけど、僕は。俺抑え込みはね、俺から返せるやつってマジおらんと思うけど、トップファイターとかでもサイドついたらマジで自信あります。はいはい、コミオちゃんに関してまたこれもね切り抜き入れてると思うんで、はい、そんな感じです。はい、では次が第10位、63票。これね、最近やってないけど、まあ、ジョビンチャンネルといえばというね、こんな企画やってんの俺だけでしょ。第10位がノーガードチョークチャレンジ。はい、まあ、石渡慎太郎とルイス・グスタボちゃんとやってるんですけど、まあ、これ見てない人、最近ね、最近知った人も結構多いと思うんですけど、まあ、見たらドギモ抜かれると思う、この企画の内容に。うん、死人が出るわ。俺やからいいけど。ちょっとなんかもうファイターの目になってきてるやん。もうそのでちょっとこれいいです。グッとこれ本気でやらないと意味ないですから。これは本気で。ファイファイファイ。ファイファイファイ。ちょっと待って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 。オッケーオッケー。ちょっと待って待って。ちょっと待って。キナ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 。そう30セグンド。何ですか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 。みんなちょっと待って。オッケーで、あのスタート出てくる。何言ってるんだ。まあ首を伸ばせって。いやいや、それもしないよ。手羽先下げたまんまです。始まった。でもファイトはセーフ、ガセーフ、ガセーフ、ガセーフ。すげえ。でもこれすごいわ、耐えてる。すごい耐えてる。Oh my god. あ、マジ。これやだ。おー、ダメ。ストップした。ダメ。ストップした。待ってよ。気絶するじゃん。本気になりすぎや。本気になりすぎや。椅子こんなになった。やばい。やりすぎ。まあ。説明すると、まあ石渡慎太郎と、あとまあ手下の井村とかいうやつと、あとルイス・グスタボちゃんに俺はもう殺されかけたんや。うん、あれは本当に危なかったね。特にグスタボちゃん目の色変わってたもんね。最初はニコニコしてやってたけど、あれこいつ気張らんなってなった時にソファーから引きずり下ろされて、本当に殺されるかと思いました。グスタボちゃん一回でいいから目見て謝ってほしい。あれ怖かったな、マジでマジで怖かった。でもね、ちょっとね、ノーガードチョークチャレンジ俺もね、もう最近やってないけど、またどっかでやろうときちんと思ってるんで、はい、ノーガードチョークチャレンジどっかでまた、なんかね、すごい相手がいたらやりたいなと思って。まあそんなね、でもノーガードチョークチャレンジやりマンにはなりたくない俺は。そこまでまたは緩くない俺は。そんな簡単に誰でもかんでもまた開かんぞ俺は。ノーガードチョークチャレンジは言うて、そんな価値が下がる。そんなここぞという時のイケメンが来た時に、俺はノーガードチョークチャレンジの、ちょっと受け手になろうと思っております。はい、まあ、これも必ずやっていくので、また皆さんノーガードチョークチャレンジ見てない方は見てください。では次いきます。第9位、これ65票もありました。これね、